大胸筋上部どうやって鍛えるか。きついきついです。皆さんこんにちは、山本義典です。今回は大胸筋上部の鍛え方についてお話ししたいと思います。大胸筋上部、フィジーク選手にとってとっても重要なんですけれども、これボディービルでもとても重要なんです。特にですね、日本人の大胸筋上部ってあんまりないんですけれども、海外の選手たちと戦う時にこの鎖骨の辺りの大胸筋上部発達しているかどうかというのはかなりポイントになってくるんですね。私が海外の大会で何回か勝てたのもここが発達しているからだということをよく言われたものです。で、じゃあ大胸筋上部どうやって鍛えるかなんですけれども、ここは三角筋の前部とかなりリンクしています。大胸筋上部の働きというのは肩の屈曲というんですけれども、このような屈曲の動き、あと肩をこのように内側にひねる内旋と呼ばれる動き、この2つが大胸筋上部なんですけれども、三角筋前部にも同じような働きがあります。ですので腕をこのように屈曲させる、あるいは内旋させるということが大胸筋上部と三角筋前部、この2つを働かせるのに非常に有効になってくるということになります。そしてインクラインベンチプレスを大胸筋上部のためにやる人とても多いと思うんですけれども、ベンチの角度がですねちょっと高くなるともう大胸筋上部より三角筋前部の方に刺激が移行してしまう。これがもう筋電図の測定でも分かっています。大胸筋上部の方の刺激を強くするには角度としては30度ぐらいがマックスということになります。ですのでインクラインベンチ、大胸筋上部を狙う場合にはあんまり角度は高くしないでやった方が良いということになります。ただインクラインベンチですね、結構肩にあまり良くないというような問題もあります。そしてフォームが結構難しいんですね。インクラインベンチでこう張ってしまいますと水平屈曲という動きが主になってしまって、あんまり上部より中部の方に効いてしまう。ですのでこのような屈曲の動きを大きくしていくには、インクラインベンチの時には肘をあんまり張らないで、ちょっと肘を落として脇を締めて上に上げるような動きをした方が良いということになります。そして特にこの屈曲の動きを意識する場合、オーバーグリップでやるよりもリバースグリップでやった方が肘を自然に閉じることができます。肘を閉じるとこの屈曲の動きをやりやすいということになりますので、最初の種目としてスミスマシンでのリバースグリップインクラインベンチプレス、こちらを紹介したいと思います。スミスマシンのインクラインリバースグリップベンチプレスですけれども、角度はこの通りだいたい30度くらいに抑えます。そして手の幅が狭いとほとんど肩に効いちゃいますので、普通のベンチプレスと同じぐらいの手幅でリバースでやるといいようにしていきましょう。普通ここでよく握っちゃうんですか。もっと広く狭いので、これぐらいの幅で、かなりワイドですよね。下ろすとき、バーがですね、本当はみぞおちのあたりに下ろしたいんですけれども、これちょっと上になってしまってますね。こういう感じですね。バーが現状突起からみぞおちのあたりに本当は下ろすようにしたいです。この動きだと大胸筋上部。ここが盛り上がってるのが分かると思います。はい、ありがとうございます。スミスマシンのインクラインリバースグリップベンチプレス。大胸筋の上部に非常に有効な種目で、肩への負担も少ないので、ぜひ試していただければと思います。そして次にインクラインダンベルフライ。インクラインダンベルフライ、これも内旋を意識していきますので、上げながら内側にひねるようにしてみましょう。内旋インクラインフライやってみましょうか。上げながら親指同士を近づけていく感じです。下ろす時には外側、上げながら親指同士を近づけます。そうしますと、この大胸筋上部がですね、しっかり盛り上がっていくのが分かると思います。そしてこのインクラインダンベルフライ、フライという名前の通りストレッチポジションで負荷がかかります。そして大胸筋上部の外側の方に負荷がかかります。そして多くの方は大胸筋上部の内側がちょっと弱いということがありますので、これとですね数パーセットでクロースグリップのインクラインプレスやってみましょう。最初にフライで外側で、このインクラインプレスやるときには小指側を上に上げるんです。で、ちょっと頭の方ですね、屈曲を意識して斜め上に上げていきます。こうすると今度は大胸筋上部の内側に効いてきます。このフライで外側、ナロープレスで内側、このスーパーセット、非常に大胸筋上部を全体的に発達させるのに効果的です。はい、ありがとうございます。感想を聞いてみましょう。スミスはちょっと僕が手幅以上狭くやってるので動きが少し変わるんですけど、ボトムポジションで結構しっかり伸びてるなっていうのも含めて分かりやすかった。あと本当に肩でこう押し込む力が入らないので肩は痛くなかったですね。で、内旋フライは手首でこう動かしがちだったのを肘の内旋意識した瞬間にちゃんと上で最後収縮したっていうのが分かるので、ここを意識するとダンベルフライのレベルが上がるなと実感がありました。最後のナローはきつい、ただ一言きついです。でも多分追い込むのが好きな方はすごく気に入ってくれる最後のワンプッシュになると思うので、ぜひ試してほしいです。もちろんですね、スーパーでなくて別々にやっても構いませんので内旋のインクラインフライ、そしてナローのインクラインプレス、大胸筋上部を円満に発達させるという点では有効ですので、ぜひ試していただければと思います。そしてもう1種目だけ、普通のインクラインフライなんですけれども、角度を思いっきり高くしちゃいます。プレスだと三角筋にとても負荷がくるんですけれども、フライだとかなり角度を高くしても大胸筋に入りやすい。ただ角度を高くする場合、内旋させるともう肩への刺激が強くなりすぎますので、ここではニュートラルな手のひらが向かい合わせの状態での高い角度でのインクラインフライを最後にやってみましょう。どれぐらい高くするかというと、もう70度ぐらいにしています。この角度でインクラインフライ、ニュートラルなポジションでやってみましょう。胸張ってブリッジしていきます。これだと肩に効きそうなんですけれども、実は大胸筋上部が非常にストレッチされます。胸上げましょう。もう本当に鎖骨のあたりだけが効く感じになりますね。全然肩こない。この角度でのショルダープレスなんかだと手のひらが前に向けた状態なんですけれども、このようにニュートラルなポジションだと下腿の負担が少なくなりまして、大胸筋にうまく効くように、もう本当に上部中の上部を効かせることができます。もう一回いきましょう。OKです。70度のした瞬間に本当にここです。本当に一番上の本当に数センチの幅、もうちょっとインクラインの普通のやつだと下まで入るんですけど、これあれですね、ちゃんと使い分けてやると本当に綺麗な丸みが出るなっていうのが今分かりました。今回大胸筋上部の4種目を紹介しましたので、上部の発達にお悩みの方はぜひ試していただければと思います。それでは Q&A の方に移りましょう。肩のサイドをちゃんとストレッチをかけて鍛えるにはやっぱり片手ずつやる方法しかないですか？時間短縮をできるだけしたいので、できれば両手でできるストレッチ種目を教えてほしいです。ケーブルがあるのでしたら両手でのケーブルサイドレースがいいと思います。もちろんこのようにクロスさせて行う方法、このようにしっかり伸ばすことでストレッチできるんですけれども、まあ、これではつまらないので今日はこれを後ろでクロスさせる方法をやってみましょう。こっちの方を右手で持ちまして、こっちを左で持ちます。スキャプラプレーンっぽくちょっと前の方に上げてみましょう。でしっかり下ろして、ああストレッチ入るわ。はい、ここのところすごい伸びてくるのが分かると思います。これ伸びてますね。ああここすごい伸びる。もう一回いきましょう。これはどちらかというと肩の横と前の方が効いてきます。でこれができなくなったら一回下ろしまして、今度は逆向き、これでやりましょうか。しっかりクロスさせてからスタートです。そうすると今度横と後ろの方を鍛えることができます。横前後ろ全体的に刺激できますので、非常に時短のトレーニングになるかと思います。感想はいかがでしょうか。このポジションでしっかり負荷をかけれるっていうのはケーブルならではだなと思ったので、サイドレーズとかね、ダンベルインクラインとかやっていただいても入らなかった人はこれも試していただくといいかもしれないですね。今回は大胸筋上部の種目を4つ、そして両手でできる肩のストレッチ種目を紹介いたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。